はい、それでは勝利をされました三木選手です。おめでとうございます。本日の試合の振り返っていかがでしたでしょうか。もう負けたかなっていう感じがしましたね。相手の中村選手の印象というのはどうでしたでしょう。印象と戦ってみてですね、やっぱアグレッシブでしたね。はい、はい、分かりました。では今後の試合に向けての抱負を聞かせてください。はい、ちょっと1月の試合終わってから新しいことを練習で挑戦してて、それが形として出るかなと思ったけど、まだまだ全然なかったんで、今やってることを継続して次こそは、まあ名誉挽回的な試合をしたいです。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。